2015年4月4日、人民網は、記事、日本企業高官、上海の女子サッカーチームを率いて優勝を掲載した。金山区高等小学 U9 女子チームが、18連覇を達成していた札女子を破り、上海学校サッカー連盟リーグを制する快挙を成し遂げた。この小さなバラは、いかにして快挙を成し遂げたのか。その陰には、一人の外国人助っ人の活躍があった。それが日系企業の駐在員、斉藤誠二さんだ。日本でもアマチュアコーチとして活躍し、U17 代表選手を育てた実績がある。2012年に中国に赴任した後、上海市郊外の金山区高等小学校で、ボランティアのコーチを始めた。それから、約3年、斉藤さんの指導が実を結んだ。まるで魔法使いのよう。選手の一人、ホアン・イエンフェイさんは斉藤さんを称えた。他のコーチとは全然違うんです。練習がまるで遊びみたいで、退屈しないんです。中国人コーチ以上に基礎訓練を重視する斉藤さんだが、トレーニング中は、選手をリラックスさせ楽しむこと、恥ずかしがらずに声を出し、ムードを良くすることを重視している。サッカーは義務じゃない、遊びの中から楽しみを見つけることが大事だと斉藤さんは話す。そのポケットには、いつも日本のお菓子が詰まっている。軍隊式の猛特訓が主流の中国では、異端なコーチングだが、楽しいサッカーは実力を飛躍させた。無敵を誇った札女子を相手に14対2で圧勝。子供たちと一緒にメダルを受け取った斉藤さんは、最高に幸せな時間だったと話し、ずっと中国にいたいですね。こうした民間交流、青少年サッカーの発展に貢献できればと夢を語った。